ダイワピアラブです。ツイッターやティックトック、ユーチューブ、掲示板などで FNS 歌謡祭の上白石さんの青空への悪口が多数書き込まれていました。 TikTok もわざわざ上白石さんの青空だけをバカにする動画を作り23万再生も回していました。これも意図的にブラウジングを TikTok 側が 操作しているとしか思えません。トランプ大統領も指摘していましたが、TikTok は、イルミナティ、ディープステート側のメディアなのです。Twitter や YouTube でも、 この青空への悪口が多数書き込まれていました。これらは明らかに青空の後に急増していることから CIA、イルミナティ、ディープステートなど 支配層にとって、上白石さんの青空が見せたくなかったものだったのだと思います。FNS 歌謡祭のありとあらゆる動画をツイッターに流しているアカウントが いくつかあるのですが、なぜかこの青空だけを流していません。コメント欄でも、なぜ青空だけ流さないのというものがいくつもありました。 唯一 YouTube で青空を流していたアカウントがあったのですが、それも消されてしまいました。えー、FNS 歌謡祭でね、他の動画はこれ一切消されてないんですよ。うん、もう他のは どん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 アップされてるっていう状況なんだけど、この青空だけはね、もう全くアップされないし、まあアップされてもすぐ消されるっていうね、うんまあちょっと異様な状態になってるんですよ、うん。で、もうね、さっき言ったんですが、青空をね、歌った後からもう明らかに、 悪口が急増してるんですよね。うん。で、まあ、書き方とか見ててもね、えー、まあ、明らかにこれ工作員の書き方だなっていうのはわかるんですよ。うん。で、まあ、そうじゃないね。一般視聴者からのこのコメントなんかを見てると、もう上白石さんの青空はもうめちゃめちゃ良かったと。うん。本当に心が震えましたとかね。 感動しましたっていうね、声がまあほとんどだったんですよ。うん。多分ね、それを見た支配層側がね、これはちょっと良くないと。うん。もうちょっと工作員使って、もうそれらを書き消すぐらいね、悪口書き込めっていうことでやったんだと思いますけどね。うん。まあ、ひどいもんですね、本当に。 ご視聴いただき、ありがとうございました。